はい、どうもこんにちは、ゆうです。今日もですね、前回に引き続き、ガジェット関連の商品をご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはこちらの、ワイヤレスマイクロフォンですね。こちらはですね、簡単に説明しますと、 iPhone に、接続して、ワイヤレスで、マイクから音声を拾ってくれるという商品になってます。こちらなんですけど、iPhone にですね、初めから付属してきました、イヤホンなんですね。で、ここにマイクがついているので、よくですね、僕はこう使って、ここからですね、音声を拾って、よく撮影をしてたんですけど、これだとやっぱりどうしてもですね、コードがですね、まあ引っかかってしまったり、服とかに引っかかって、あとはこの、なんていうんですかね、この服に擦れる音とかも全部拾っちゃってたんですね。で、ちょっと煩わしかったので、ワイヤレスのマイクをですね、探してたところ、こちらの商品を見つけたので、今回はですね、こちらのワイヤレス、マイクロフォンを、ご紹介したいと思います。はい、今ですね、内容物を取り出してみました。こちら一つずつ、ご紹介したいと思います。こちらがですね、マイク本体ですね。こんな小さいんですよ。はい、こちらすごく小さいので、洋服とかにですね、つけた時も、全然重くないので、いいと思います。はい、続きましてこちらですね。こちらが、受信機になってます。ここがですね、ライトニング端子になってますので、これをですね、iPhone とかに取り付ける感じですね。はい、続きましてこちらですね。こちらはですね、充電用の USB ケーブルになってます。はい。こちら端子がですね、タイプ C のものになってますね。はい、続きましてこちらですね、すごく小さいんですけど、これ予備のクリップになってます。はい、あとこちらですね、こちら取扱説明書なんですけど、英語とですね、中国語しか、載ってないので、日本語では書かれてないのでちょっと分かりづらいですね。はい、ちなみにですね、こちらに小さいんですけど、擬的マークも一応入ってます。はい、最後にですね、こちらの収納ポーチがついてます。はい、内容物は以上になります。続きまして使い方をですね、簡単にご説明したいと思います。はい、こちらがですね、マイクロフォン本体ですね。はい、近くで見るとこういう感じになってます。はい、ここがクリップになってて、ここで、挟む感じですね。で、ここにですね、電源ボタンがあります。はい、で、ここがですね、充電する USB-C タイプのものですね。ここが充電する、ケーブルを挿す場所ですね。はい、ここにですね、小さく穴が開いてるんですけど、見えますかね。ここがですね、LED が、点灯する場所になってます。はい。ではですね、こちら電源ボタンを1回だけ押しますね。はい。そうすると緑色に、こう点滅してるんですね。はい、続きましてこちら、受信機側ですね。はい、ここがですね、ライトニングの、端子になってます。で、ですね、側面にはですね、ここライトニングケーブルを挿すことができますので、iPhone をですね、充電しながら撮影することもできます。で、反対側の側面には、ここですね、下の側ちょっと見づらいんですけど、この下の大きい方ですね、これリセットボタンです。で、上の小さい穴が、LED がですね、光る穴になってます。はい、それではですね、早速、使っていきたいと思います。はい、ちなみにですね、僕は iPhone12 Pro Max なんですけど、こちらを使ってですね、今から試してみたいと思います。こちらの受信機をですね、挿します。そうすると、はい、ここのですね、音量のボタンがですね、イヤホン、ヘッドホンが接続されたマークに変わるんですね。そうすると、うまく接続されてるっていうことが確認できます。はい、ちなみに接続すると赤い LED がですね、こういう感じで点滅します。はい、次にですね、こちらの、マイク側ですね、こちらの電源を1回だけ押します。はい、そうするとここがですね、緑色に点灯ですね、点滅ではなくて点灯します。そうすると接続完了になります。で、先ほどの、受信機側がどういう風になったかと言いますと、はい、ちなみに受信機側はですね、こういう感じで、先ほど赤色の点滅から点灯に変わります。はい、そうするとうまく接続が完了していることがわかります。はい、で、今これですね、緑色に点灯してますよね。これで、今ですね、音声を拾ってる状態なんですけど、もう一回ですね、この電源のボタンを一回押しますよね。はい、そうすると、青色に変わったのがお分かりいただけますか。はい、こうなるとミュートですね、音声を拾ってない状態になります。はい、なので、簡単にですね、音声を拾いたくないときはミュートにすることができます。
はい、これで今音声を拾ってます。でもう一回押すと、はい、これでミュートになります。こういう感じで簡単にですね、ミュートと、録音を、切り替えることができます。今これ接続されている状態で緑色に、点灯してますね。消す場合はですね、この電源ボタンを1回だけ押すとミュートになっちゃうので、長押しですね。はい、こういう感じで長押しすると、電源を落とすことができます。はい、それでは早速、どういう風に聞こえるのか試していきたいと思います。マイクはですねこちらに今取り付けました。はい、どういう風に聞こえるのか、試していきたいと思います。はい、どうもこんにちは、ゆうです。ただいま、マイクロフォン、ワイヤレスマイクロフォンの、マイクのテスト中です。聞こえ方いかがでしょうか。音量はですねそんなに大きい声を出してませんので普通に喋ってる感じですね。これでどのぐらい拾ってくれるのか気になるところです。音質もですねどういう風に聞こえてるのか気になるところです。これでうまく聞こえて、クリアに聞こえてれば、こちらのマイクをですね、使っていきたいと思います。はい、聞こえ方いかがだったでしょうか。僕が今聞いた感じですと、若干ですね、音質には問題なかったんですけど、ホワイトノイズといいますかちょっとピーという小さい音が入ってるんですよね。これがですね、まあ許容できるかどうかですね。そこまでですね気にならないと言ったら気にならないんですけど、まあ、静かなところで撮影するとちょっと気になるかもしれないですね。まあ、例えば、僕みたいにこうやって撮影する時に使うと、そういうホワイトノイズとかっていうの気になるんですけど、例えばズームとか、フェイスタイムなんかのような、まあ、テレビ電話ですよね。ああいうので使うのであれば、まあ、そこまで気にならないとは思いますけど、やっぱ撮影とかで使っちゃうとどうしてもホワイトノイズとかですね、ああいう小さい音っていうのは、やっぱ気になってくるので、まあそこは調節してですね使っていけばいいかなっていう感じですね。僕が今ですね使ってみた感じだと、そこまで使いにくい商品ではないと思います。やっぱどうしてもですねこう自撮りをするときとかですね、周囲の音をですね拾いやすいんですよね。そういうところでですねやっぱりこういう小さいマイクですけど、胸元にあると自分の声をですね、拾ってくれやすくなるので、やっぱりですね、あるとないのとでは大違いだと思います。で、ですねどれぐらい使えるのかっていうのはちょっと書いてないのでわからないんですけど、やっぱりこんだけ小さいのでバッテリー容量はそんなにないと思います。こまめにですね電源を落としたりするなどして、節約バッテリーのですね節約をした方がいいかと思います。あとはですね、モバイルバッテリーなんかを持ち歩いて、ここでですね充電できますので、使わないときは充電しておいてという感じでやった方がいいかもしれないですね。やっぱりどうしてもこんだけ小さいのでそんなに、バッテリー容量はないと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですねこちらの、ワイヤレスマイクロフォンを、ご紹介させていただきました。こちらですね Amazon の方で、購入しましたので、Amazon の、URL ですね概要欄に載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひ見に来てくださいね。それではまた。